皆さんこんにちは。新人事を尽くすアグノム中デイ5始めていきます。この動画では人事を尽くして天命を待つということわざにもあるように、ランクバトルで上位に行くために必要最低限のことを全てなし、あとは天からの運命に従うというところで、対戦中のダメージ計算はもちろん、使ってる構築の悪い点や環境に多いポケモン、戦術を良くされてるポケモンや負けてるポケモン、構築などを全てデータ化して対戦感覚を損なわないように毎日最低でも10戦は潜るというスタンスで、11月は動画を毎週月曜日に投稿してきました。前回の Day4 では終盤に差し掛かりスランプ時期を迎え、なかなか勝てない時期が続きましたが、諦めずに対戦を続けた結果、負けていた根本的な理由が見つかり、戦位帯で30戦動かなかった辛い時期も乗り越え、3桁順位の1939まで戻せたところで Day4 の戦いは終わりました。シーズン12も残り2日、最終日追い込む準備はメンタルとともに整った。まだ見ぬレート2100の世界、最終順位2桁目標は果たして達成できたのか。シーズン12アグノム中の最終順位は2501位、レート1814。アグノムと一緒に立志この底にでも沈みましょうかね。それかいっそのことをレート2501達成って釣りサムネイルを作って炎上消死体として発見されましょうか。全然勝てませんでしたね。勝率はね、このツイートを残してから2勝1敗とかだったんで、19勝26敗とかだったんですけど、負け越し7という非常に悲惨な結果で終わりました。いやー悔しいですね。最終日は仕事終わって19時に家に帰ってきて、仮眠を3時間取って、コンビニで買ってきたスタミナゆず鍋を食って、体中の血行を良くするために風呂にも使って、グレープフルーツを食べながらポチポチやってたんですけど、ボコボコでしたね。なのでシーズン12を通しての最高レートが Day4 の2000チャレンジ前191位の1983で、最終順位が2501位のレート1814。新しい環境にしては3桁順位に行った時間帯、折り返したあたりでは多かったんで、結構終盤戦自信あったんですけど、ぐちゃぐちゃにされましたね。結局最終順位が全てなんですよね。そこに至るまでの経緯とかは正直関係なくて、順位を上げた後にそこで保存する判断だったり、伸ばそうとして溶かしたりだとか、取り返そうとしてまた溶かしたのであれば、結局パチンコで勝ち逃げする判断能力を損なっただけだと思ってるんで、そういうのも含めてこれが今の自分の実力なんだなと思って認めて、次のシーズン頑張るしかないですね。自分を守る言い訳はしません。言い訳を作るのであれば弱かった自分ですね。負けまくった理由について、徹夜終わりの翌日、対戦とか全部素材あったんで振り返ってみたんですけど、いろいろと自己分析してみました。一つ目が、ツイッター見てると最終日付近ってやっぱり2000達成ツイートをしてるのが目に入って、乗るしかないこのビッグウェーブにってなると思うんですけど、同時にまだ達成しない人からすると焦る気持ちが出てくると思うんですよね。なので僕の最終日への取り組み方って、だいたいツイッターという極悪アプリをアンインストールしてから自分だけの世界に入ることってのをよくしてます。あとは最終日になると、今までめちゃくちゃ温厚だった人ですらネガティブツイートして人をディスりまくるので、そういうのが目に入らないようになるべく誰とも干渉しないようにしてます。今回も一応それやってたので、焦りという感情対策はしっかりできていたかなと自己評価で、ここからが自分が払拭できなかった悪い事項だと思ってて、二つ目が、連敗した時にメンタルが戻せない。最終日ね、連勝一回もできなかったんですよ。一勝したら一敗して、一勝したら一敗して、それを仮眠明け11時からスタートして、夜中3時ぐらいまでやってました。だから、ずっと戦意前半で動かず止まってたんですよね。で、そこからは集中力が切れてきて、一勝、二連敗、一勝、三連敗みたいなのが終盤の流れでしたね。去年だったかな。淡路島にいる占いだけで1億稼いだって言われる伝説の占い屋さんがいるんですけど、その人に占ってもらったんですよ。俺ってね、パチンコとかカジノとか株とか FX みたいにお金をかけるという遊びだけは絶対に触れちゃダメって、その占い屋さんに言われたんですね。なんでかっていうと、お金をかけて負けた場合にそれを焦って必死に取り返そうとするけど、絶対に取り返せないタイプみたいなんですよ。
さらにそれを取り返すために平気で消費者金融にも通うし、闇金に触れて後戻りできない状況になるのに、最終的には平気な顔をしてるタイプだから余計やらない方がいいって言われたんです。本当にこの占い屋さんすごくて、インターネットで調べても電話番号とか出てこないんですよ。この人と遭遇した人が連絡先を交換して、その遭遇した人が枝分かれに情報を共有していく以外、その占い自体やってもらえない。ちなみに最強実況者全力決定戦がうまくいくかっていうのも聞いてみたんですけど、あなたが何かやらかさない限りは大丈夫って言われてましたし、当時お付き合いしていた人との将来についても聞いてみたんですけど、あなた次第ねって言われました。昔はね、占い信じてる女って全員バカだなって思ってたんですけど、これ以降バカにするのやめましたねごめんなさい、ちょっと話がそれてしまったんですけど、連敗した時のメンタルケア、これが結構ランクバトルをやる上で俺はかなり致命的なものを持ってるんじゃないかなって思ったりしてます。3時以降は本当に眠気と疲れがついにやってきて、マルチスケールで抑えたダメージを見てから2回目のダメージをマルチスケール込みのダメージ計算をしてダイマックスを切るのを忘れてたりだとか、挙句の果てにはバンギラスでステルスロックを2回巻くというどっかの社長みたいなこともしてしまって、剣盾史上一番ひどい最終日だった気がしますね。で、今回本当に皆さんに謝りたいことがあるんですけど、動画の撮影をできませんでした。体力を温存するために4桁を切ったら対戦素材だけ撮影して実況はしない方法で体力を維持してたんですけど、一生3桁に戻れなかったんで実況の素材がそもそもないんですよね。2連ステルスロックした対戦でも載せときましょうかあとは勝ってる対戦も負けてる対戦でも見てくれる人にお届けできるいい内容ってのが本当になくて、今回の動画はシーズン12の総括と反省をがっつりやって、これから始めるシーズン13につなげようかなって思います。対戦楽しみにしていた人、本当に申し訳ない。いつも考察だけ飛ばして対戦動画だけ見て帰る、果たしてそれは視聴者と言えるのか、視聴者さんには特に本当に申し訳なく思ってます。やっぱりプレイヤーのメンタル集中力の問題で、これを改善しない限りは、上位はまだまだ遠い世界なのかなと思って、たりしてますね。これが2つ目で、3つ目、シーズン12を通して緊張感がない、慢心が多い、真剣さが足りない。これも自分のいい性格なのかゲーマーとしては致命的かなと思うんですけど、ファクトリーオンラインでレフ先生から厳しく言われたところですね。やっぱりシーズン序盤の方から1試合でも多く勝ち星を拾いに行く、今シーズンは300戦以上実況してきましたけど、緊張感がまるでない喋り方をずっとしている気がするし、どの動画でもそれが態度に出てたと思うんですね。まあこれが自分の実況らしさといえばそうなのかもしれないねんけど、この企画に沿ったものとは到底思えないような気がします。時間的に余裕ある序盤から勝率を稼ぐだけで終盤貯金が残ってて全然違いますし、なんなら最終日徹夜しなくとも勝ち逃げできるようになるんじゃないかとも思うんですね。 D4 の2000チャレンジ前の対戦とか特にそうですね。ピクシーに角ドリル当ててからカバルドンが出てきた時には勝ちを確信したような喋り方になってるのを皆さん見たと思います。これね、デイワンで自分を激励する構築記事で言われてる通りになってるやんなーって改めて思いました。1ヶ月通して全然成長できないシーズンだったなって思いましたね。やっぱり改善すべきはプレイヤーのメンタル面だったり、自分のランクバトルへの取り組み方、意欲、そんな気がしてます。逆にポジティブな目線で自己評価するのであれば、1つ目は動画を自分が決めた日程でしっかり出せていたことと、平日と休日、会社の飲み会があろうがなかろうが毎日サボらずに10戦は潜ってたので、継続って面では今回合格かと思うので、あとはこの上で中身の問題ですね。継続は最低条件なんで。2つ目が使用するポケモンと構築について。正直ね、対戦数を重ねて自分に合った構築を見つける、動かし方を理解するまで自分はすごい時間かかる方ではあるんですけど、今回シーズン12をフルに使って仕上げることはできたんじゃないかなって思うんですね。これも使い手がもっといいプレイヤーだったらって気はしますし、連敗メンタルをもっと改善できたら多分結果も全然違ってくると思うんですね。
一応プレイヤーとしてダメだった点について総括してみたんですけど、じゃあそれをどう改善していくのかってのがシーズン13の課題になりますね。これについてはここでは喋らずに次回のデイ6の冒頭で紹介しようと思います。結構ガチめにへこんでたんで、しっかり改善方法とかは考えてきました。ここまではプレイヤーの話だったり自分のメンタル面での総括をしてみたんですが、ここからはシーズン中に終盤の環境がどうだったかについて振り返っていこうかと思います。最終日自分がマッチングした構築で特に勝率が悪かったのがバンギラスが入ってるこんな感じの並びだったり、ウオドラゴンが入ってるこんな感じの並びだったり、バンギラスとウオドラゴンがどっちも入ってるとか、この手の構築って自分のマッチングがたまたまだったのかもしれないんですけど、多分終盤増えてたんですよね。バンギラスとウオドラゴンがセットで入っているこの構築を例にして何がきつかったかって話をしていくんですけど、まずバンギラスがいるだけで自分の構築って戦術がかなり絞られるんですよね。まずアグノムとトルネロスが技構成的に完璧に止まるので戦術できません。でバンギラスに明確に強いと言えるのがこちらで言うとエースバーになるわけですが、アグノムを出せていない以上エースバーンでウツロイドを対応する必要があるので、ウツロイドに素早さ上昇を許さない立ち回りは必須。加えて選出されるであろうバンギラスに対しても神剣に対してもエースバーン短期で対応する必要があって、ミミッキュに対して明確に強いのもエースバーンなので基本的にエースバーンを通していくことになるんですが、その上で厄介になるのが終盤に増えてきたウオノラゴンです。こちらの構築でウオノラゴンへの明確な対策としては、貯水でエラ髪を無効にして一貫性を切れるラプラスか、マルチスケール込みで激凛に対しても対面処理が効く海流、このどっちかですね。でラプラスはサンダー、バンギラス、カミツルギ、ウズドイドに対して基本的に不利、ミミッキュに対しても研磨ドレパンがあるとただの養分になってしまうので、ラプラスでウオノラゴンを対応するルートは捨てて海流を2匹目となると、消去法でラスト1匹はバンギラスになるので、初手バンギラスを投げてステルスロックプラスエースバーン海流、これを押し付ける選出をするってのがベストなんですけど、この選出考察を聞いててみんななるほどなっておそらくうなずいてくれるだろうって思ってるんですけど、実際の選出はこれなんですよね。もうこの時点で集中力がバグってても意味わからん選出してますよね。でこの試合は結果的にエースバーンがミミッキュー、ツルード、カビツルギをぶち抜いて何かかってます。正直終盤の環境変化に対応できないパーティーではないと思ってて、勝ち筋が少しでも残せるのであれば構築を変えずに自力を伸ばした方がいいはずというのが自分の考えなんですね。負けた対戦を全部振り返ってみたんですけど、その中で理不尽な運負けってのはもちろん数試合ありましたね。カエルのマルチスケールを急所でぶち抜かれるとか、カエルのダイマックスをサンダーの暴風混乱自傷で3ターンしのがれるとか、まあ他にもね、誰が見てもこれ理不尽な負けやろってのもいっぱいあったんですけど、ここは正直ポケモンなんで起こり得る事象やと思ってるんで問題ないと思ってるんですけど、逆に何が悪かったかっていうと、勝ててる対戦も負けてる対戦も正しい選出と正しいプレイができてないし、同じ並びに対して同じ傾向の選出と確立した動かし方ってのが絶対最終日できてなかったんですね。ここが特にダメな点かなと思います。反省点をすべてまとめてみると、1、シーズン通して緊張感がなくて勝ちへの執念が足りない、2、連敗した時にメンタルを戻せずズルズルいってしまう、3、全体的に集中力がない。3つ目については1と2と関連してる気がしますけど、ひとまず分けてみました。この3つに対する改善をデイ6の冒頭で話します。そして次にシーズン12アミュ視点での KP 発表、300戦やったデータになるので精度自体は高いと思うんですけど、順位の幅も広くて環境がすぐ変わるのに対して集計の期間も1ヶ月と長くて、上位帯との KP とも差が出てるとは思いますが、見ている人の参考になればと思って50位ぐらいまでまとめてみました。今の環境トップがこれです。サンダーの位置がちょっと終盤と比べて低い気がするけど、今シーズン結果残してる構築ほとんどサンダーが入ってて、デイ3とデイ4の集計ではサンダーの KP が1位になってたので、おそらくシーズン13の総括では1位になってる可能性はあると思います。まず1位のエースバーン、やっぱりリベロプラスダイジェットは強いよね。これ月光が解禁されたら世紀末環境になるんじゃないかと思ってビクビクしてるんですけど、エースバーンプラス月光が
覚える技全然違ってて範囲も違いますし、多分解禁されたらもっとやばいぞって気がします。霊獣ランドロス、解禁前から研磨できるし、威嚇もできるし、ダイジェットできるし、ダイマックス適性があるポケモンってことで、期待されてたこともあってかなり上でしたね。カプレヒレとの補完が7世代からずっと続いててさすがといった感じです。肩についても7世代からいろいろ増えた気がしますね。ミミッキュ、どの環境でもやっぱり化けの皮は強い。化けの皮の弱体化が一応8分の1ダメージが入るってされましたけど、ダイマックスの恩恵を受けるポケモンにとってはほぼ無意味だった気がしますね。自分は昔から化けの皮はステルスロケやまきびしを踏むと皮が破れるようにするとちょうどいいバランスになると思ってるんですけどね。サンダー、暴風が解禁されてからめちゃくちゃ強化されたポケモン。もともとこいつ飛行技エアカッターしか覚えなかったのに、その頃に戻してって唱えてる人も多いのでは。こいつが瞑想とか悪巧み習得したらもっとやばかったと思いますね。多分サンダー使ってる人って一度は積み技を覚えないか、我らがポケモン徹底攻略さんで技一覧を確認して、結局そこで回電波や充電に行き着いて面白いと気づいて型に幅が出たんじゃないかなと思ってます。何やら構築記事を見てると物理型のサンダーも結構いけるみたいで、7世代や6世代であまり評価されてなかった山頂の一角が覚醒したと言いましょうか。カプレヒレ、8世代でまた開拓されましたね。残飯持たせてダイマックスをしのぐ守るが採用されてたりだとか、夢特性テレパシーにしてゴリランダーとの組み合わせで回復量を増やして盤持ちを良くするみたいな構築も見ました。ピンチベリーが弱くなったのでお盆の実や食べ残しが主流ですけど、終盤はスカーフ持ちも多かったみたいです。ダイマックス適性もあるのでまだまだ環境に残るでしょうね。ポリゴン2、やってることは7世代と全然変わらないんですけど、ダイマックスをしのぐクッションとしてはさすがに優秀すぎるし硬すぎるかな。コースのためだけにダイナックルの火力上げてほしいし、独特の技マシンを返してほしいですね。ノーマルタンタイプってこともあって弱点をつきにくいのもダイマックスと相性が良くてピン刺ししてて強いのがずるいっす。ポリゴン2とポリゴン Z は分岐進化にするべきだったと思いますね。ウツロイド、出世しましたね、間違いなく。7世代スカーフとかタスキが多かった印象なんですけど、もうパワフルハーブを食わないウツロイドは世にいないんじゃないかってレベルで、受けられないメテオビームをバンバン打ってきますからね。特定の鋼以外だと受け出しがほぼできませんし、素早さを上昇させる方っていうのは7世代あんまりなかった印象なんで、こいつも8世代からかなり開拓されたイメージですね。ウーラオス、サンダーとレヒレに弱いんで僕減ると思ったんですけど、終盤は2回に1回マッチングしたイメージですね。威嚇を食らわないタスキキノガサみたいな感じでピン採用されるんですかね。専用技どっちも強いですし、ミズウラオスの水流連打でムフリアグノムがほぼ落ちるのが憎すぎるクマですね。テッカグヤ、終盤はサンダーが増えた影響もあって数が少なかった印象ですけど、解禁後を使う人は多かったんでこの位置ですね。こいつも解禁前はやばいやばいと言われながら環境負けした印象が強いポケモンですが、メテオビームを打てるようになったことで突破力が上がっていたりだとか、ダイマックス適性がかなりある上にダイジェットが打てるので環境負けしてようが単体でまだまだ強いので数が激減するってことはないでしょうね。ゴリランダー、こいつ序盤の方下の方に消えた気がするんですけど、なんやかんや終盤でここまで戻ってきましたね。草単タイプって何かと不遇なイメージが多かったポケモンですが、そんなイメージを払拭した草界のニューヒーロー、こいつほどガラルのひょろがりって言葉が似合わないゴリラはいないと思いますね。以上がトップ10。こっからは喋りなしでデータだけ10秒ずつ貼っておきますので、一時停止するなりしながら50位ぐらいまで KP 表を見ていってください。人事を尽くすアグノム中 Day5 シーズン12の総括はこんなところですかね。いや、とにかく悔しいシーズンでしたね。そして11月、これ以外のことをほとんどやってこなかった日常生活だったので、
結果が出なかった虚無感がすごいんですが、毎日10戦やるって決めてからは、仕事終わってからその時間をどうやって確保するかとか毎日考えながら取り組んでましたし、前方の喋りはどういう風に話したら引き込まれるかとか台本しっかり考えたりだとか、実況活動やっててここまでストイックにやれたことはなかった気しますね。怠け癖自体はちょっと解消された気がする反面、やはり結果がついてこないと寂しいですね。この悔しさと寂しさはシーズン13デイ6に連れて行き、新たな改善策を用意して臨む所存です。それでは人事を尽くすアグノム中シーズン12、ご視聴どうもありがとうございました。結果が出るまではこのシリーズやり続けるので、シーズン12の動画を楽しめた方は引き続きシーズン13の世界も見に来てください。それでは。